帝国ホテルの一帝国ホテルは東京都千代田区内沢岩井町にあるホテルである。運営者は株式会社帝国ホテル。東京の他に大阪、上高地にある。日本を代表する高級ホテルの一つであり、ホテル大倉、ニューオータニと共に五三屋と呼ばれることもある。帝国ホテル開業を知らせる東京日日新聞の広告明治19年に、 東京の館長集中計画が練られた際に、外国人の接遇書を兼ねた国を代表する大型ホテルの設計が組み込まれ、帝国ホテルが1890年11月3日に、落成、どうなのかに開業した。隣接する、六名館と密接な関連を持ったホテルとして、井上香織が渋沢栄一と大倉喜八郎の二人を解いて、 1888年有限責任帝国ホテル会社を設立させ建設したものである。経営権は渋沢から大倉、そしてその死後は長男の大倉岸治郎へと引き継がれた。しかし戦後に岸治郎が公職追放にあった上に財閥解体によって大倉家の持ち株は放出。代わって東京職産の長田昌一から巨額の資金援助を受けた。 国士のタバコ王こと、金井博人が1953年に株式の多くを獲得して会長となる。1977年の金井の死後は、その全持ち株が長野健次の国際工業に譲渡。2004年にはその国際工業がサーベラスファンドに買収されるが、2007年10月に国際工業保有帝国ホテル株式の大半が三井不動産に売却され、 現在は三井不動産が約33%を保有する筆頭株主となった。2019年7月、東京電力ホールディングス本店ビルや NTT、日比谷ビルなどと一体で複数の高層ビルを建てる方針であることが報道された。主体となる事業者は三井不動産と NTT 都市開発。帝国ホテルについては、 タワー館を2030年度に完成させ、本館も2036年度に完成する予定。初代帝国ホテルドイツで建築を学び、帰国したばかりの若手建築家の渡辺は、海外で学んだ知識を活かした様式の建物を建てるが、当時の海外市街地型ホテルの主流であった、雪道型ホテルではなく、日本の邸宅風の建物配置を選び、建物内部には、 日本趣味の装飾を施すなど、日本流のアレンジを加えた。1914年頃から、当時の総支配人だった、林愛作は、旧地のアメリカ人建築家、フランク・ロイド・ライトと、新刊設計の相談を重ね、1916年に契約を結んだ。翌1917年に、ライトは来日し、1919年9月、着工した。 ライトは使用する石材から調度品に使う木材の選定に至るまで徹底した管理体制でこれに臨んだ。和紙が翼を広げたような巨大なホテルは銃のブロックをエキスパンションジョイントでつなぎ合わせた構造になっており、これで建物全体に柔軟性を持たせるとともに一部に倒壊があっても全体に悪いを及ぼさない仕組みになっていた。また、 大規模ホテルとしては、世界で初めて全館にスチーム暖房を採用するなど、耐震と防火に配慮した設計だった。正面から見た玄関と、池左から、遠藤慎、フランクロイド・ライト、伊藤文四郎しかしこうした完璧主義は、大幅な予算オーバーを引き起こした。ライトはアメリカでの仕事のためたびたび帰国しながら、施行の葬式を続けていたが、 1922年4月、隣接する初代帝国ホテルが失火から全焼すると、新館の早期完成は経営上の急務となり、設計の変更を繰り返すライトと経営陣との衝突は避けられなくなった。さらに、当初予算150万円が6倍の900万円に膨れ上がるに至って、林は、総支配人を隕石辞任、ライトも精魂注いだ。 このホテルの完成を見ることなく離日した。一部完成済みの部分を利用してホテルは営業を再開した。ホテルの建設は、ライトの日本における一番弟子だった遠藤真の指揮のもと、その後も続けられた。一年後の1923年7月、着工以来4年の歳月を経て、ライトの本館は完成した。9月1日に落成記念披露宴が開かれることに、 なったが、関東大震災が東京を襲ったのは、まさに縁の準備に大忙しの時だった。周辺の多くの建物が倒壊したり火災に見舞われたりする中で、小規模な損傷はあったもののほとんど無傷で変わらぬ勇士を見せていたライトの帝国ホテルはひときわ人々の目を引いた。ライトは2週間後このことを遠藤からの手紙で知り、狂気したという。 1945年3月10から11日の東京大空襲では、本館中央部から南翼、苦弱の間、演芸場などに多くの焼夷弾が落ち、焼失は、そう面積の4割強に及ぶ大きな被害を受けた。終戦ともに帝国ホテルは GHQ に接収され、そこで大規模な修復工事が行われ、復旧した。占領が終わって、日本を訪れる、 外国人が再び増え始めたことに伴い、1954年には、ナイトの本館の裏手に、客室数170の第一新館が、完成。1958年にはその横に、地上10階、地下5階、客室数450の第二新館が完成した。これを受けて、1964年には、ナイトの本館を取り壊し、その後地に新たに、 鉄筋コンクリート造り、地上17階、地下3階、客室数772の新本館を建設することが発表された。震災にも空襲にも耐えた、このホテルの存続を訴える大規模な反対運動が起こったが、本館は地盤沈下などの影響で柱が傾きや守りが、するといった老朽化の問題も、さることながら、都心の一等地を占有する巨大な建造物の 客室数がわずか270室では話にならなかった。ライトの新館は1967年に閉鎖され、翌年春頃までに取り壊された。跡地に建設された近代的外観の新本館は、1970年の日本万国博覧会開会に合わせて同年に竣工した。ライト設計の帝国ホテル本館はライト館として、 人々の思い出の中に生き続けることになった。ライト館の玄関部分は、博物館、明治村二十数年の歳月をかけて、移築再建され、今日でもありし日の面影を忍ぶことができる。また、東部ワールドスクエアでは、縮尺25分の1のミニチュアでありし日のライト館前景を再現している。2005年4月、新本館14階の インペリアルフロアに新設されたフランクロイドライトスイートはライト館の様々な箇所に施された独特なマヤ調の衣装やライト独自のスタイルでまとめられた内装や調度品を忠実に再現したものとなっている。明治村に移築区再建された玄関部分東部ワールドスクエアで展示されているライト館の全景帝国ホテル東京新本館上高地帝国ホテル帝国ホテル 大阪子会社の帝国ホテルエンタープライズが運営するコミュニティホテル子会社の帝国ホテルエンタープライズが運営する警察共済組合の保養所施設扱いとなるホテル子会社の帝国ホテルエンタープライズが病院宿泊部門への技術援助を行っている館内事務所外に全国町村会の事務所が存在する地方公共団体関係者は 割安料金で宿泊ができる。帝国ホテルが2007年に三井不動産参加に入ったことに伴い、もともと三井不動産参加だったハワイのハレクラニ系列が帝国ホテルグループ入りしている。慶応義塾大学病院2号館最上階で帝国ホテルエンタープライズが運営するレストラン。昭和大学病院内で帝国ホテルエンタープライズが運営するレストラン。 三つ海道ゴルフクラブ内で帝国ホテルエンタープライズが運営するレストラン。千葉商科大学サービス創造学部の公式サポーター企業新婚旅行で滞在中のジョーディ・マジオとマリリン・モンド夫妻を案内する犬丸鉄道総支配人1954年、そもそも帝国ホテルは外国の品格をもてなすために設立されたホテルだったので、 経営陣は真っ先に長期間の船旅で溜め込んだ衣類の選択を思いつき、その部門の強化を図ってきた。当初は2つの外注業者に委託していたが、1910年に帝国ホテルが初めて館内に選択する施設を設置し、ホテルで使用する寝具関係や宿泊客の衣類を選択する独自の選択部を設けた。現在は、 白用席が従業員の制服を含めホテル内で使用されるものすべての選択を受け持っている。帝国ホテルのクリーニングサービスには定評がある。ホテル内でついた汚れは確実に落とす方針で、クリーニング部門ではホテル内で使われる食材の詳細をすべて把握している。そして最初から取れていたボタンまでつける状況によっては、 服のボタンを外してからクリーニングするというのも伝説的なサービス。クリーニングの工程で紛失、損傷、変質の可能性があるボタンについてはあらかじめ取り外しておく。客の好みに合わせた柔軟剤を使用しアイロンがけが終わった後にボタンを縫い付け直す。紛失したボタンに極力似たものを付けるため世界中のボタンを保管している。 これに感激したキアヌ・リーブスが映画 JM の中でシャツをクリーニングに出したい。できれば東京の帝国ホテルのやつをというセリフをアドリブで入れたこともあった。宿泊客が飛行機でやってくるようになって道中で洗濯物を溜め込むことがなくなった今でも帝国ホテルに泊まることが決まった客がわざわざ1ヶ月以上前から洗濯物を溜め込んでホテルに持ち込むこともあるという。 なお、帝国ホテルが行うクリーニングは宿泊客限定のサービスであり、部外者によるクリーニングサービスのみの使用は不可である。ブッフェスタイルの食事は日本では帝国ホテルが初めて取り入れた。1957年、当時の支配人、犬丸鉄蔵が北欧で体験した料理、スモーガスボードがそのヒント。犬丸は内容的にこれは受けると確信。 当時パリのリッツホテルで研修中で後に帝国ホテル第11代総料理長となる村上忍に料理内容の研究を指示した。一方その名称が非常に言いにくく馴染みがないものだったため新名称を社内公募した。その結果、北欧といえばバイキングという発想と当時帝国ホテル秋の日比谷映画で上映されていたバイキングという映画の中の豪快な食事シーンが 印象的だったことから、これをバイキングと名付けることに決定、バイキングレストランを1958年にオープンした。このレストランは大変好評を博しバイキングは、ブッフェレストランの代名詞となった。新本館17階に、インペリアルバイキングサールの名で現存する。セキュリティや快適さを見込んで、長期宿泊をする芸能人や文化人も多い。女優の山台鈴は、 京都の自宅を引き払って帝国ホテルに20年以上住んでいたほか、作詞家の岩谷時子は自宅こそ維持していたものの車椅子生活になってもなお帝国ホテルに住み続けた。2021年からは一泊あたり3万円の部屋を月額料金36万円で提供するサービスが始められた。なるほど。ハイスクールで AKB48 の前田 宮崎美穂、佐原里乃の,の3人が、ホテルの厨房を見学したが、頭髪を束ねておらず、大きな声ではしゃいでいったため、不衛生ではないかという内容の苦情が、放送直後からホテル側に殺到し、帝国ホテル側は配慮が足りなかったと陳謝している。2013年10月、過去に帝国ホテル東京と帝国ホテル大阪にて、既製品のオレンジジュースをフレッシュ。 ジュースと表記しながら実際には冷凍ジュースを客に対して提供していたことが判明した。このジュースは米国内で絞って冷凍したもので輸入業者から購入しホテルにて解凍し提供されていた。しかし米国メーカー側がこのジュースの製造打ち切りをしたことに伴いその後はホテル内で生の果実を絞りフレッシュオレンジジュースとして提供し始めていたことが 判明した。ジャス法に基づく果実飲料品質表示基準では、卸業者やメーカーを対象に加工したジュースにはフレッシュという文言を使用してはいけないと定められている。帝国ホテルは偽装の意図もそれでも受けようと思ったことも全くありませんと話している。ありがとうございます。